日本プロレタリア作家同盟は昭和戦前期に存在したプロレタリア文学の団体である。略称はナルプ。1928年、全日本無産者芸術連盟が結成された時、文学者がその中心を担った。その後、プロレタリア文化運動全体の発展を図るため、文学、演劇、美術、音楽、映画の各分野ごとに、 それぞれの団体を作り、ナップはその連絡機関として機能するようになった。1929年2月、日本プロレタリア作家同盟が結成された。作家同盟は、戦期に登場する作家たちを中心に、新進の小林武次や徳永氏も加え、プロレタリア文学の中心的存在となった。ソビエトロシアから帰国した中条由里子も作家同盟に加わった。 しかし、それだけに弾圧も厳しく、1930年には共産党に資金を提供したという容疑で小林滝二たちが収監された。その中でも作家同盟は全国的に組織を広げていった。1931年、倉原コレトは新しい文化組織の結成を提案した。それは日本プロレタリア文化連盟として結実し、作家同盟はその中で、 企関紙、プロレタリア文学を刊行、小林滝二の長編、典型機の人々などを掲載した。また、文学新聞も発行し、全国の労働者や農民から作品の投稿を募った。その中で優れた作品は、プロレタリア文学に掲載された。しかし、1932年3月から4月にかけて、文化連盟に弾圧学だった。今回の弾圧は、 文化運動そのものを治安維持法違反として問うものであった。中野茂春、倉原これと中条百合子たちが検挙され、小林滝次や宮本賢治は非公然の立場に追い込まれた。その中で徳永忠志たちは弾圧に合わない組織づくりを訴え、作家同盟を離れた。林房さも政治に関わることを避けて文学に専念することを主張し、 作家同盟の組織は機能しなくなった。1934年2月、当時作家同盟の初期長だったカジワタルは作家同盟の解散を決定した。2月22日付でナルプ解体の声明が発表された。ありがとうございます。